新成人の皆様本日はご成人おめでとうございますまもなく午後2時より令和4年長崎市成人式を行います私は本日の司会進行を務めさせていただきます志田かりんと申します同じく川原智香と申します 同じく小岩人と申します私たちも会場の皆様と同じく本日成人式を迎える仲間としてこの日のために練習を重ねてきました最後まで頑張りますのでご協力のほどよろしくお願いいたします 本日の会式を告げげる曲につきままししてご案内申し上げます長崎市では原爆被爆の体験を長く後世に伝えるため平成13年から毎月9日の11時2分に長崎市被爆50周年記念歌であり現在も平和記念式典で歌われている千バズルを放送しています。 本日は、開式の曲として、高級平和を願い、ご披露申し上げます。 会式宣言新成人を代表し浦野葵さんより宣言を行います。 ただいまより令和4年長崎市成人式を開式いたします。 本日成人式を迎えた私たちは2001年平成13年4月2日から2002年平成14年4月1日生まれで長崎市では国際留学生などの外国籍を含め3470名が晴れて成人となります今日の日を迎えるにあたり長崎の未来を担うこととなる私たちの門出を祝うため 多くの方々が準備に携わってこられましたまずこのことに感謝し市民の皆さんが一体となって私たちを祝福してくださっていることを心に刻みながら喜びを共に分かち合い厳粛で温かみのある成人式を迎えたいと思います国家並びに 長崎市化成長初めに国家成長皆様ご起立の上国旗にご注目ください本日は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から成長に変えることとしております皆様方におかれましても発声を控えていただきますようお願いいたします ステージ上の皆様は前にお向き直りください。引き続き長崎歯科をご清聴ください。 ご着席くださいそれでは主催者を代表いたしまして長崎市長田上富久より励ましの言葉をいただきたいと思います田上市長よろしくお願いいたします 新成成人人の皆さんごごおめでとうございますそして、今年の長崎成人式、ご臨席いただきました古賀参議院議員、西岡衆議院議員をはじめとする国会議員の皆さん、そして県会議員の皆さん、そして、井上市議会議長、岩永副議長をはじめとする多くの市議会議員の皆様にも心から感謝を申し上げます。 長崎市では今年先ほどお話がありましたように3470名の新成人が誕生しました去年は毎年この1月に開く成人式を開くことができませんでしたそして少し時期をずらしてのオンラインでの開催ということになりました今年まだコロナ禍は完全に収束をしていませんが その中でこうして皆さんとお会いしてこの成人式を開催することができたことをとてもとてもうれしく思っています、えー、皆さんは今年のこの成人式どんな気持ちでお迎えになられたでしょうか人生は与えられるものではなく 作り上げていくものです皆さんがこれから一人一人の自分らしいそして素晴らしい人生を作り上げていくことを心から願っています今日はそういう皆さんに私が大切にしている言葉を一つ花向けの言葉としてお伝えしたいと思います。 今から5年前2017年ノルウェーのオスロでノーベル平和賞の授賞式が行われましたその年のノーベル平和賞は核兵器禁止条約を作るのに大きな貢献をしたアイキャンが受賞しそして授賞式では広島の出身でカナダに住んでいる サーロゼツコささんがスピーチをされましたそのスピーチの中ではサーローさんが13歳の時に原爆に遭ったことそして原爆が落ちてその瞬間吹き飛ばされて意識がなくなってそして気が付いた時には真っ暗闇の中に瓦礫の中に埋もれていました。 自分の体がどういう状態になっているのかも分かりませんでした。その中で、クラスメイトたちのうめき声や助けを求める声が聞こえてきます。と、その時にサーローさんの肩を叩く人がいました。諦めるるな頑張るんだ助けてやる向こうに 光が見えるのかあの光に向かってできるだけ早く張っていけとその声がサーローさんに伝えましたサーローさんはその言葉の通りに光に向かって一生懸命張っていきましたそして抜け出ることができましたそしてサーロー節子さん彼女が抜け出た後にその建物からは火の手が上がりそして えー、すぐにその建物は壊れてししままいましたたくさんの同級生たちがその下で亡くなってしまいましたこの「光に向かって張って行け」という言葉は彼女の命を助けただけではなくてその後も彼女の人生を導いてくれる言葉となりました。今も彼女は 自分が目指した光に向かって力強く毎日前進をしています。この言葉を5年前に聞いたときから私にとっても私の中の心の宝箱の中に置いておくとても大事な言葉の一つになりました。それは私が皆さんと同じ年頃の頃に 真っ暗闇の中にいるような気持ちの時期があって未来が全然見えない時期がありましたそういう時期にどうしても良くならない状況が良くならないのでとりあえず動いてみることにしましたすると少しずつ少しずつ光が見えてきて大きくなってきてそしてその状況から抜け出ることができましたそういう体験があったからかもしれません私にとっても光に向かって張っていけという言葉は とても今も大事な言葉で時々その心の中の宝箱から出してこの言葉を自分でもう一度見直すことがありますすると前に進む勇気をもらいますし自分を信じるという力をもらいますこの言葉をこれから大人として人生を切り開いていく作り上げていく 皆さんに花向けの言葉として送りたいと思いますさて長崎の街も今未来に向かって力強く前進をしています1 0年に一度と言われる街づくりが進んでいますえ皆さんが成人式を迎える今年来年そして再来年あたりにどういう変化が起き,起きるのかその変化の 一をを少しししだけご紹介をしたしたいいと思いますまず一番身近にあるのはこの建物の向かい側にある長崎駅の西口すごく風景が変わっている皆さんご覧になって思われたと思いますけれどもそこにできるこれは長崎街道かもめ市場という長崎の駅の中にある えー、お店がたくさん集まった場所で、えー、長崎のお土産やそれから長崎のおいしいものなどが、えー、たくさんあるお店が、えー、ここに集まります、えー、ここで長崎の街を感じていただく、えー、そういう場所になると思いますそれが今年の3月には完成をします、えー、そして、えー、やがて秋になると新幹線が開通をします 長崎にやってくる新幹線は、えー、こういう、えー、白い白地に赤いラインが入った新幹線です。実は、えー、今日の午前中に、えー、あごめんなさい。今日の午前中に、えー、この新幹線が、えー、長崎県に上陸をしました。 今日のニュースでおそらく出ると思いますけれども今年の秋にはこの真っ白い車体そして JR 九州のシンボルカラーである赤いラインが張ったすごくかっこいい新幹線が長崎の街に走ってくることになりますそしてさらに来年の春にはこの今写っている絵の 真ん中にあるレンガ色の建物、新しい長崎市の駅ビルが誕生します、この中には商業施設が入りますし、それから皆さんが働くことができるようになる、新しいオフィスが入る場所もあります、そしてその上にはマリオットという今、この隣にあるヒルトンと同じように国際的なホテルも出てきます。 そしてこの絵の下の方にある広い場所あそこは白い屋根がかかっているのが鴨め広場そしてその手前にあるのは駅の広場でそしてその二つを合わせて使うとかなり広い広場ができることになります手前にあるのは公園のような緑の部分もあってそしてそこで楽しみながら遊びながらいろんなイベントが開かれる場所にもなります長崎駅の周辺はこれから大きく変わります そして、えー、ここから歩いて15分ぐらい浦上川の方に歩くと出来上がる長崎スタジアムシティがいよいよ再来年ですねに完成をすることになりますその一番メインになるのは、えー、ビファレン長崎のホームスタジアムになるサッカースタジアムです、えー、すごく近くで見ることができるようになり こういう選手の息遣いや選手が掛け合う声などが聞こえるような、そういう席も設けられる予定になっています。そしてサッカーだけではなく、バスケットボールも今、長崎ベルカー B3 でトップですけども、バスケットの試合が行われる、そしてコンサートなども行われるアリーナも出来上がることになります。 ここにもオフィスの床ができてそして皆さんが働くような場所も出来上がることになりますこうしてその後もまたいろんな動きが長崎の街では連続的に起きてきます街の形が少しずつ確実に未来に向かって進んでいきますその一端を紹介したのがこの長崎ミライズムというここから の長崎の情報を得ることができますのでぜひホームページなどで、えー、スマホでご覧になっていただきたいというふうに思います、えー、長崎の街はこれからまだまだ未来に向かって、えー、力強く進んでいく時期が続いていきます、えー、皆さん、えー、成人になってぜひ大人としてこの長崎のまちづくりに参加をしてくださいそして皆さんの力を貸してください デジタル化がどんどん進んでこれからの社会どういう社会が本当に住みやすい社会なのかどういう町が本当にみんなが安心して暮らせる町なのかそういう町づくりが進んでいく時期ですその新しい社会新しい町の姿その町で活躍するのは皆さんの世代です。 どんな社会を作りたいのか、ぜひ意見を発信してほしいと思いますし、そしてまちづくりに直接参加をしてほしいと思います。まちづくりの当事者として、皆さんが参加してくれることを心から願っています。最後になりますが、今年成人を迎えられたこの会場にいらっしゃらない皆さんも含めて、全員の人生、お一人お一人の人生が、 素晴らしい力強いものとなることを心から願いそして皆さんを育ててくださったご家族の皆さん学校の先生方お世話になったたくさんの皆さんと共にこの長崎をさらにいい町にしていくことを皆さんに改めて重ねて呼びかけさせていただいて私からのお祝いのご挨拶とさせていただきます。 皆さんの人生幸は起こらんかと心から願っていますおめでとうございました田上市長ありがとうございました本日は 私たち新成人を祝福するために多数ご来賓の出席をいただいておりますここでご来賓の皆様方を代表いただき長崎市議会議長井上茂久様よりお祝いの言葉を賜りたいと存じます井上議長様よろしくお願いいたします 晴れの門出である成人式を迎えられました新成人の皆様誠におめでとうございます時代を担われる皆様が立派に成長されこの日を迎え,られ迎えられましたことを心からお祝い申し上げますまた新成人の皆様,皆様をこれまで 深い愛情を持って立派に育ててこられた保護者の皆様ご家族の皆様に深く敬意を表しますとともに心よりお喜び申し上げます成人式は大人への仲間入りをする人生の節目としての記念すべき日でありますこれからは どうかそれぞれの将来の夢をしっかり思い描きながら揺るぎない信念と決意を持って自分の人生を自分の力で切り開いてくださいさて昨年東京オリンピック202が開催され多くの試合を目にしましたが その中でも長崎市出身で柔道の永瀬貴則選手がリオオリンピックで銅メダルに終わった雪辱を五輪の狩りは五輪でしか返せないと途中の怪我を乗り越え懸命に努力され見事、金メダルを獲得された姿に とても心を打たたれました皆様がこれから何かをやってみたり挑戦したりすることで時には壁にぶつかったり失敗したりすることもあるでしょうしかし人生は何度でもやり直せます人生は長瀬選手のように 壁にぶつかっても失敗しても何度でも挑戦し時には友人や仲間と助け合いながら前へ進んでいけるものでございますこれから皆様には一度しかない人生を悔いを残すことがないよう歩み続けていただきたいと思いますので失敗を 恐れず、挑戦する強い気持ちを持って夢や目標に向かって前向きに努力を積み重ねてください最後に新しい時代を築く皆様の大いなる飛躍を期待いたしますとと,ともに今後ますますのご健勝と ご多幸を心から記念いたしまして私からのお祝いの言葉とさせていただきます令和4年1月9日長崎市議会議長井上茂久本日は誠におめでとうございます 上議長様からのお祝いの言葉でしたありがとうございました本日の成人式開催にあたりご来賓主催者の皆様には温かいご支援をいただいておりますここでご来賓主催者の皆様をご紹介させていただきます初めに本日ご出席いただいております ご来賓の方のご紹介をさせていただきますなおコロナ対策のためお祝い等のご発生はお控えくださいますようお願いいたしますただいまお祝いの言葉をいただきました長崎市議会議長井上重久様 長崎市議会副議長岩永俊弘様参議院議員古賀雄一郎様衆議院議員 西岡秀子様。農林水産大臣参議院議員金子源次郎様ご代理長崎事務所長吉田康秀様。衆議院議員 加藤隆将様ご代理、秘書、中西英夫様、皆様、前方のスクリーンをご覧ください。会場内客席にお座りいただいている、ご来賓の県議会議員、市議会議員の皆様方です。申し訳ありませんが その場でご起立いただいてよろしいでしょうかお時間の都合上お一人お一人のご紹介は省略させていただきますご来賓の皆様方にはお忙しい中ご出席いただきました新成人の皆さん感謝の気持ちを込めて拍手をお送りください <laughs> ご出席いただき 誠にありがとうございました続きまして主催者をご紹介いたします先ほどご挨拶いただきました長崎市長田上富久でございます 長崎市副市長武田俊明でございます長崎市副市長高宮重隆でございます 長崎市教育長橋田義信でございます長崎市教育委員小原達郎でございます同じく 桑原彩子でございます同じく松本智子でございます 同じく北川英太でございます皆様前方のスクリーンをご覧ください会場内客席にお座りいただいている私立小中学校の校長先生の皆様方です 多数ご出席いただいておりますありがとうございましたさて私たち新成人が生まれた2001年平成13年から2002年平成14年の1年2001年4月 長崎ペンギン水族館が開館同じく9月には東京ディズニーシーが開園しました世界ではイチローこと鈴木一郎さんがメジャーリーグでは日本人初となるシーズン MVP を獲得しましたそんな時代に私たちは生まれましたここで新成人を代表し中島玲奈さんに 新成人誓いの言葉をお願いいたします。中島さんは現在、早稲田大学人間科学部で学ばれています。それではお願いいたします。 新成人誓いの言葉本日は成人を迎える私たちの門出にあたりこのように盛大な式典を催していただき心より御礼申し上げますまたお祝いの言葉をいただきました長崎市長田上富久様 長崎市議会議長井上重久様をはじめご対応にもかかわらずご臨席くださいました皆様に重ねて御礼申し上げます昨年を振り返りますと新型コロナウイルスという未知のウイルスの感染拡大の中東京オリンピック・パラリンピックが開催され 日本が世界から今まで以上に注目を浴びた1年となりましたまた長崎市においても海外選手の事前キャンプ地としての使用や何より長崎市出身の選手が多く活躍し私たちに明るいニュースを届けてくれましたまた長崎市にとっても100年に一度の 大きなな変革の年となりました新たに生まれ変わった長崎駅や本日の会場ここ出島メッセの開業長崎初のプロバスケットボールチーム長崎ベルカも誕生しました今年は西九州新幹線の開通や長崎市役所の移転また令和6年には サッカースタジアムの完成などに伴い長崎市は今まで以上に多くの人の行き来する魅力あふれる町へと変貌していきます今年4月の民法改正に伴い私たちは二十歳で成人を迎える最後の世代となりました今後若者の役割はますます大きくなっていきます 実際に少子高齢化社会の日本においてこの魅力ある町長崎から私たち若者の力が社会を変えているということを身をもって感じています私は中学生の時から長崎原爆の継承活動をしています長崎は今年被爆から77年目の夏を迎え被爆者の平均年齢は 83歳を超えました被爆者のいない時代がもう目前に迫ってきていますもう二度と同じ過ちを繰り返さないために長崎を最後の被爆地にするために長崎で生まれ育った私たちにできることは何でしょうか当時中学生だった私は まず自らが情報発信者となることが必要であると考えましたそして世界に発信するためには語学の習得が必須と考え高校生の時にアメリカへ留学をしました留学中には世界に長崎を知ってもらうためにはどうしたらよいかと考えピースボートエッセイ大賞に旅と平和をテーマに応募し大賞をいただき 今年世界約20か国を訪問させていただく予定ですこのような活動の中でご縁をいただき先月エジプトで開催されたミセイコティンインターナショナルという大会に日本代表として出場する機会をいただきました各国から集まった同世代の仲間たちと学び意見交換を重ね交流する中で 日本がどれだけ恵まれているのかを知ったと同時にまだまだ手を差し伸べなくてはならない国や人々が多くいることを痛感し一人では本当に微力でも皆が集まれば世界を変えることができる大きな力になることを実感しました私はこれまで平和活動などを経験する中で私を支えてくれる 多くの人たちの温かさや熱意にたくさん助けていただきました。その経験から将来は人々がその人らしく生きるためのサポートをする仕事に就きたいと思います。その人らしく生きるとは多様な意味があり、子どもたちや学生の夢のサポートであったり、高齢者の生活のサポートであったり、長崎の企業のサポートであったり、 様々なシシチュエーションが想定されますそのためにまずはどのような事柄も他人事ではなく自分事であるということを常に意識し生活していきたいと思いますそしてここにいる新成人はそれぞれ置かれた環境も進む道も違いますがこの一点において皆同じ思いを抱いていることと思います 最後になりましたが、本日このように皆でここに集い、成人の日を迎えることができたのは、たくさんの愛情を持って育ててくれた家族、どんな時でも熱くご指導くださった先生方、いつも見守ってくださった地域の皆様、何事も一緒に乗り越えてきた友人、そしてこれまで支えてくださったすべての皆様のおかげです。 新成人一同、改めて深く御礼申し上げます。どんなときでも感謝の気持ちを忘れず、光り輝く未来に向かって、力強く一歩一歩のぞ、望みを胸に歩んでいくことを約束し、新成人誓いの言葉とさせていただきます。令和4年、 1>, 1月9日新成人代表中島玲奈。 新成人の皆様方を代表して中島玲奈さんによる新成人誓いの言葉でした今一度盛大な拍手をお送りください立派な新成人誓いの言葉でしたねさて いよいよ最後となります新成人を代表して久原亮介さんより平式の宣言を行います 以上をもちまして令和4年長崎市成人式を閉式いたします皆様のおかげで最後まで無事に 成人式の司会という重責を務めることができました皆様ありがとうございました,ました新成人の皆さんそのまましばらくご着席の上お待ちください一斉に退席されますと 外が大変混み合って危険ですので係員のご案内があるまでしばらくご着席の上お待ちください。